こんにちは、新潟県長岡市のバーマンですマスターの丸山です。よろしくお願いいたします。ではですね、本日のアシスタントのお姉さんです。お姉さんです。きらりお姉さんです。はい、きらりさんです。お願いします。はい、久々の麺です。麺たったまです。やったー、なんか今日めっちゃ嬉しいんだけど。やったー、担々麺です。やったー、まあ、お店でやってる担々麺ですね。やったー、はい、なんですか。まあでもラーメン屋さんじゃないですからね、ここは。担々麺を作ります。お店でやってる担々麺ですね。やった。正直ね、こんなこと言ったらなんかすげえ申し訳ないんだけど、うん、家でもできます。やった。同じでいけます、多分。だからお客さんがうまいって言ってる、いや家でも作れないかなって思いながら私は作ってます。特別なものを使ってないんですよ。キラリアンそれ。え？うまいって。うまい。いや家でも作れるよって言いたかったんだけど、まあお店でやってるからさ、なんかちょっとこだわって作ってます感がちょっとあるかもしれないけど、いたってシンプルに作ってるんですよ。特別難しいものを使ってないんで、ただちょっとコツはあるんで、ね、そのコツを守っていただければ多分美味しいのは作れると思います。そこが大事なんですよ。そこですよ。同じようにならないんですっていうのはやっぱなんかちょっとね、コツを教えてたら。ということで、タンタンメン。では。では。つけるよ。レッツゴー。とりゃ。これセット。よっこいしょ。今日の食材。よっこいしょ。やばいよ。もうこれだけで結構ほぼやる気なくなってきてますよ。みんな。視聴者。くせやな。いやこんなんだったら家でやらねえよ。食べ行くよ。って思いますよね。って思いますよね。みんなが思ってる以上に簡単だから。びっくりする。まず、はい、中華酢。中華酢。450ml。 醤油大さじ2。豆板醤ね、あの赤辛いやつね、小さじ2分の1です。白の練りごまです。あれ、この練りごまは美味しいってやつです。あ、違う、練りごまは美味しいない。美味しい練りごまってやつ。大さじ3。まあまあ使うよ、うん、醤油量使いますから。まあ、でも基本的に担々麺は練りごまっていうかごまのあのやつだと思っていて、うまみ調味料的なのはうち入れてないんで、うん、はい、あとはコツですね。ですね、具ですよ、あの担々麺の上に乗ってる具です、うんうん、じゃあ肉味噌。肉味噌は優秀なんでいろんな料理に使えるんですよ。あとは青菜、これボイルします。あ、ボイル青菜。白ネギ、まあ、これ最後上に乗っけるやつです。あとね、担々麺って一般的にはね、中華料理屋さんで行くとザーサイなんですよ。ザーサイ、ザーサイの刻んだやつが乗るんですよ。ザーサイっていうね、漬物があるんですよ、うん、中国のね、うん、ただうちのお店はザーサイ使ってないんですよ、うんうん、あの大根のハリハリ漬けを出します。ハリハリ漬け、大根のハリハリ漬けを出します。ハリハリ漬け、これスーパーで売ってますよ。このハリハリ漬け、コリコリして美味しいんですよ。美味しいんですよ、ハリハリ漬け。コリコリ言ってます。うまいうまい。このハリハリ漬けがちょっと甘じょっぱいって感じで、甘いし醤油ベースなんで、私はザーサイよりこっちの方が好きなんで、うちのお店ではハリハリを使ってるんですよ。だからとんかつのさ、カツヤ、カツヤ知ってる？全国チェーンの、うん、カツヤ、ひらがなでカツヤって書いてある、うん、あれのカツヤの食べ放題の壺の中入ってるやつ、ハリハリ漬けです。へ、うん、あれうまいですよ。うまいですよ。隠れた名所ですよ。すごいなんか、うん、マイナーですね、うん、私はカツヤに行くたんびにあの漬物、ハリハリ漬けめっちゃ食っちゃうんです。申し訳ないレベルで食っちゃうんですよ。はいはい、あとは麺、麺、まあ普通の麺です。普通の麺、はい、先に青菜ボイルしとこうか。はい、はい、じゃあまずスープを沸かしていただいて。はい、はい、入れました。注意点もあります、はい、ここ結構重要。ここで間違えると仕上がり変わっちゃうよっていうポイントが後で後半あるんで、はい、そこ結構ミスりやすいから本当に。味入れます、はい、醤油、醤油大さじ2、大さじ2で、豆板醤、はい、小さじ2分の1でした。小さじ2分の1。なら練りごま入れます。練りごまが大さじ3、うん、まず結構です。で、この時にもう一回火止めていいっすよ、はい、なんで止めるかも言います。練りごまの注意点、これで練りごまってずっと沸かして沸騰させたらアウトなんですよ。沸騰させると練りごま分離します。
もう見た目がなんかつぶつぶみたいになってもっと戻んなくなるから、練りごま入れてからボコボコ沸騰させないでください。お湯との一体感がないんで、スープとか見た目がなんかもうそうになっちゃってなんか変わっちゃうんで、沸かさないでください。沸く直前で止める感じ、そうじゃないとまろやかにならない。もう舌触りになんかつぶつぶ口につくんだよ。それは大事なポイントですね。ごまの扱いちょっと重要。ごま、これ分離してない。でだから念のため一応分離してない状態今お見せしますけど、後で分離したのを見せますね。ちょっと入れた後、わざと分離させます、沸騰させます。そうすると分離しちゃうから、いいですね。失敗例もあると分かりやすい。失敗させます。あえて失敗させてやる。もう沸く寸前なんですけど、置いてきたね。はい、でこの状態で、この状態で本体入れてました。スッキッ、あえて分離させるというなんか ひどい仕上がりにさせようといういや悪い例見せてあげる。見た目変わったね。わかるこの、ほらわかるこの、わかるかこれ、わかるこのちょっとつぶつぶ出てない、ほらこれキモい。これわかる、このちょっとなんかこの分離してるのわかりますか、これ、うん、砂みたいになってるのわかります、うん、わかる、これ沸かしすぎによる分離です。ほらこれちょっとほら残ったところに、ほらこれ砂残ってじゃん、これ砂、ここちょっと砂みたいに残るじゃん。これ分離してるんですよ、もう。ごまとスープがもうバラバラになっちゃってるんですよ、これ。でもうこれはね、ここまでいくともう直せないんで、うん、なので今日はもうこのまま仕上げる。仕上がりがダメな担々麺でしょ、こっちよ。これを直すにはどうするかって言ったら、もう倍ぐらいの量を作って、もう一回ほぼ作り直しレベルの量を作らないと。で、麺入れてください。ダメダメじゃん。で、ラー油って入れて入れて入れて、おー、キモ。担々麺で、いけますね。ひき肉を乗せますよ。で、そして、うまそう。そして私の大好きなカツヤのハリハリ漬けです。ハリハリ漬けね。カツヤハリ、ごまで白ネギをかけると完成です。完成。ちょっとね、やっぱ見た目が分離しちゃったんですよ。あのまずと分離させたっていう悪い例の担々麺にしちゃったんで、見た目ちょっとやっぱ上厚みがなんか層みたいになっちゃってるんですよ。でもね、まあ、味はまああれだけど、はい、キンキン麺です。はい、出来上がり。ではティンティン麺をいただきたい。いただきたいと思います。いただきます。私の大好きな担々麺、いただきます。辛いの苦手なんだけど、しっかり辛いな、これ普通に美味しいわ。あんな簡単だったのに、ちゃんと簡単だから味もそれなりじゃないと思ったけど、意外と簡単な割にめっちゃうまい。だから結構ラーメン屋さんの担々麺あるじゃないですか、まあ、最近ラーメン屋さん担々麺やってるお店多いですけど、みんなめっちゃ美味しいんですよ、うん、でラーメン屋さんの作る担々麺って結構そのスープがさ、うん、例えばあの本格的スープが煮干しの出汁が出てるスープだったりさ、うん、あのね、しっかりその豚骨の味がめっちゃ出てるスープだったりさ、うん、あと鶏だけのスープとかさ、うん、
あとなんか分かりやすい生姜醤油っぽいスープって言えば、なんて言えばいいんだろう、スープとかがさみんなこだわってるんで、醤油とかも全然違うからさ店によって、うん、スープも違えば醤油も違う。でそういうね、あのオリジナルの調味料とかで作る担々麺だってまた美味しいんですよ、うんうん、そう今日はあくまで普通は普通の醤油と普通の中華だしスープで作ったんで、まあ、割とシンプルな食べやすい担々、だからお家でも作りやすいですよね。そう作りやすい。でたまにでもラーメン屋さんの担々麺でもただ辛いだけとかもあるんだよ。んー、ただ辛いだけの担々麺で辛いな、なんだこれっていうのもあるよ、うん、マジでうまい、ガチで無言で食っちゃう。カレーうまい。いや、お家でできるレベルではこれなかなかいいレベルだと思う、うん、マジでお家でできるよ。そう、お家でね、彼女さんとか恋人がこれを作って、私担々麺作ったよって言ってね出してきたら、男性はねイチコロイチコロですね、瞬殺ですよ。ありますね、ぜひ女性に作っていただきたい。なんかバーマの料理教室は女性におすすめが多いですね。そうですね、あの見てるね、あの視聴者さんっていうんですか、うん、まあ、でもその時その時によって違うんだけど、この前見たらね6対4で女性が 4で男性6だった、まあ、男性の方が多いですよ、ね、若干多いんだけどね、うん、女性は料理 してくれてる人も多いと思います、うん、もちろん男性でもね全然していただいていいですよ、うん、最近料理男子増えてますしね。ミニゲップしたんですか。美味しかったですね、本当に。作れたら作りましょう。ましょう、頑張りましょう。簡単、練りごまがあればいけますかね。醤油、豆板醤、練りごまだな。練りごま買わないといけないけど、うん、はい、ということで、ぜひ作れたら作ってください。はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。ドラえもんの何かです。小学館の子供の本なんですけど、ドラえもんがって伸びたくなんでこんなにびっくりしたの。毛羽立っちゃって、毛が裂け出しちゃって、ね、びっくりする理由があって他、ね、伸びて黄色くなっちゃってる。そうそうそう、ヒントがないですよ。なんでこんなにびっくりしてるの。びっくりしすぎじゃないですか、これ。なんか取り込まれちゃったみたいな。あ、このエプロンの中に、カメラの枠の中に、うん、って。すごい設定のエプロンですよ、これ。それ裏の背景考えると、このエプロンはものすごい深い。なんか怖いな。深いですよ、このエプロン。ドラ根性ガエルみたいな。そうっす。はい。伸びた、ここが。何か黄色になって。